消し印、消し印、消し印は、郵便切手や、はがき、収入印紙、収入証紙などが、使用済み、イコール料金、支払い済みであることを示し、無効化して、再使用できないようにするために捺印される印、スタンプである。郵便切手、はがきに押されるもののことを指す場合が多く、本校で衝突する。また、そのような目的のため、切手、印紙等に応印。 署名する行為を指す。課税文書に収入印紙を重複してから文書と印紙にまたがって、応印、割印、または署名するという行為。印紙税法上は、印紙を消すというも、また消印である。郵便切手やはがきに押される消印は、それらに記載されていた額面の価値を無効化するとともに、郵便物の引き受け費、時間帯、 引き受け郵便局を示す役割を兼ねており、通常、消し印と呼ばれているが正式には、明かし示せ印と称し、日本の郵政当局内部では、使用員と呼び習わしている、郵便印。員。消し印は、手によって応印される、手応印と、機械によってなされる、機械印とに対別される。なお、初期の機械印は人力を利用していたものもある。上記のように、消印は、 両学院面の無効化と郵便物の引き受け状況の明かし示せとの二つの役割を持っている。日本で使用されている手応員は比較的早い時期から抹消と明かし示せとを一つの消印で行っていたが諸外国ではそれぞれ別々の消印を利用していた事例が多い。世界最初の切手ペニー・ブラックがイギリスにおいて発行された際も切手に押す消印にはマルタ十字、 正確には、マルタ十字ではないがをあしらった、一切データを含まないものが用いられ、日付や曲名を示す化印は別個に応印された。機械員の場合は、初期の機械員では貼り付けられた切手の検知技術が未発達であったことから、真っ部、多くの場合、縦、または横方向の破線と明かし示せぶとの2箇所で構成されており、これは、 現在の機械消し印でも引き継がれている。郵便物の取り扱いにあたって日常的に使われる消し印であり、郵便物には料金別納や展示郵便物の場合などを除いて必ず応印される。一般には日付印と発音されるが、郵政当局内部では日付印と呼ばれ、普通日付印は国内郵便用のものと外国郵便用のものとがある。 はがきや風書で一般的に多く用いられる機械印には国内、国際療法に対応可能なように日本語表記とオーブン表記を併記した印和オーブン機械印が用いられる。ただし和オーブン機械印を導入しているつぼねは決して多くなく多くの周廃局は日本語表記のみの和文機械印を使用しており和オーブン機械印の使用局は減少傾向にある。また 和王分機械員と和分機械員とを併用しているつぼねもある。なお両方導入しているつぼねでも、基本的には和王分機械員のみで年賀郵便引受け期間中の年賀郵便に限り和分機械員を使用するつぼねもあまた。和分員、丸型員、大型郵便物などに用いられるローラー印、自動応員機で用いられる機械員などがある。すべての郵便局に 配備されている一般的な消印である。1989年以降、く型印に代わり配備が始まった消印である。名称通り、表記は和文によりなされており、国内宛て郵便物の引き受け等に使用される。形状に関しては、主に大型局での郵便物応印作業に使用する L 字型の土型と、普通の郵便窓口で使用する I 字型の棒型との別がある。 土型は現在でもインク代を必要とする金属印が主流であるが、棒型は金属印からインク代を必要としないインクシイント式印、俗に言うシャチハタインへ移行している。なお最近ではインクシイント式印が半数以上の郵便局に配備されており、金属印は姿を消しつつある。内容としてはが記載される郵便局名は基本的にはフルネームで 表記されるが、旧特定局や簡易局で人口5万人以上の都市名、都道府県名がついていないつぼねや、普通局で同一名称のつぼねがある場合は、局名表示の頭部分や、局名表示欄の下にあるスペース部分に、都道府県名が表記される。以前は、すべての郵便局に配備されていたが、最近では、シャチハタインの配備に伴い廃止傾向にある。 定形外や小包み、農産物種病など厚みがあったり、応印の際に中身を破損する恐れがあり、通常の丸型分印では応印できない郵便物や一度に大量の切手を抹消する場合に用いられる。内容としてはが記載される。和分丸型印同様、基本的にはフルネームで表記されるが、地域によっては旧特定局や簡易局で、 人口5万人以下の都市名、都道府県名が付いていないつぼねや、普通局で同一名称の普通局がある場合は、頭に都道府県名が表記されることがある。一部のつぼねでは、浸透式のローラー印も導入されている。機械印とは、自動応印機に用いられている郵便の消印のことで、基本的には切手を抹消する、波形部分と郵便局の名前、 取扱い年月日を表示する円形の日付部分から構成されている。郵便局名は基本的にはフルネームで表記されるが特定局や簡易局で人口5万人以上の都市名、都道府県名が付いていないつぼねや普通局で同一名称の普通局がある場合は頭に都道府県名が表記される。オーブンイン、大型郵便物で用いられる。 ローラー印がある。なお自動応印機で用いられた、オーブン表記のみのオーブン機械委員も1955年頃から1968年頃、例外的に1984年東京 AP まで、東京中央、大阪中央、東京空港、羽田空港、京橋局などで使用されていた例があるが、現在ではすべて廃止されている。ほぼべての郵便局、 国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除くに配備されており、周廃局には必ず配備される。名称通り表記はオーブンによりなされており、国際郵便物の引き受け等に使用される。ワブニン同様に浸透式を導入しているツボもあるがごく少数で、今もなお金属製の黒カツが多く使われている。内容としては、が記載される。 局名に都道府県名がない場合は、北海道などのように局名のもとに都道府県名が記載される通関局、国際郵便物の通関業務を行う局を除く。他、無周廃局の場合は、地域番号、郵便番号の上3桁、または5桁が郵便局名の下ラに表記される。郵便局分室の場合は、地域によって上に本局名、 その下に分室名が表示される場合と、その逆、分室名が上の場合があり統一されていない。オーブン丸型印と比べると配備しているつぼねは、少なく、周配局でも配備していないつぼねが多くある。内容としては、が記載される。オーブン丸型印同様、中央郵便局の場合は、中央の表記が省略される。例、東京中央郵便局の場合、表記は、 東京地方ではなく、東京。地域によっては、曲名の前に、地域番号、郵便番号の上3桁、または5桁が表記される地域や、曲名の後に不兼名が表記される地域があり、統一されていない。特別日付印は、記念印とも呼ばれ、特印、初日印、風景印、小型印の4種類がある。差出人が希望した時に限って押される。 内容としては、が記載され、時刻表示は省略される。年賀郵便物取扱期間中に差し出された、市政の年賀郵便物のみに押される消印である。なお、完成の年賀はがきは、消印応印を省略するための印刷がなされているため、差し出し人が特に指定しない限り応印されないが、年賀はがきに消印を押してはいけないというものではないため、差し出し時に、 差出人が何らかの応印を指定した場合には、郵便局側において、消印を押す必要がある。内容としては、が記載される。使用される消印は局によって異なり、金属製は文印、インク浸透式は文印、和文機械印、書状応印機のいずれかが使用される。郵便局によっては、機械印と手応印との両方を使用する。なお、1936年。 昭和11年から1940年、昭和15年までと、1950年、昭和25年から1956年、昭和31年までは和文院、機械院ともに、絵入りの年賀院が使用されていた。ちなみに、これらは年賀の表記を書いている。また2000年、平成12年にミレニアム記念として、和王文機械院が使用されたほか、2001年、 平成13年には21世紀記念として、随理の機械年外が都道府県ごとの題材を定め使用された。公職選挙法の規定に従って、候補者が選挙運動のために差し出す選挙はがきなどに応印される。内容は通常の決身と同じであるが、表示される年月日は選挙の公示日、または告示日を示しており、 選挙期間中は同じ日付のまま使用される点と、時間帯の欄が選挙になっている点とが異なる。その他、料金別のお郵便の料金支払いのために提出された大量の切手類を消し印するための簡略化された波章。波消し印当初は、ただの波線だけだったが、局名や年月日が加えられ、1980年代後半には、機械破章が導入された体もある。 また、機械員の応印ミスなどにより切手に、消印がかかっていない場合などに応印される、日付の入っていないスタンプ抹消印消印漏れ、消印という属称がある、郵便局名と消印の文字が記されや、配達員が所持している、ボールペンでの抹消、郵便番号を丸で囲むをもって、消印とする場合もある。2007年10月1日の民営化後、集配業務と、 窓口業務が分社化された際には、郵便事業会社が、郵便ポストから郵便物を収集していたため、取扱試験の消印が押されていた。また郵便局会社窓口に持って行った場合は、念の下にアンダーラインが引かれた消印が押されていた。そのため、一時期は、以下のように同じ、建物内であっても、従前の郵便局名とは異なる名称の消印となっていた。なお 集配センター、旧集配特定郵便局のほとんどと小規模な集配普通郵便局の一部の区域内で収集された郵便物はほぼすべて受け持ち支店へ配送されるため消し印は一部の例外を除き支店のものが応印されていた。だが2012年の民営化見直しにより同年10月1日をもって郵便事業株式会社と郵便局株式会社が 九州合併し、日本郵便株式会社が発足したことに伴い、これまで郵便事業株式会社の支店となっていた事業所も、再び従前の郵便局となったため、その大半が民営化善前の郵便局名の消印に戻されたほか、分社化されていた時期に、かつての同一の建物開店し独立していた以下の旧郵便事業支店においては、かつての支店名とは異なった名称となったことから、 それに合わせて、消し印の変更が行われた。そして、周廃普通局で行われる、消し印応印業務を、地域によっては、近隣の大規模周廃普通局へ完全移管する、計画もなされている。三重県の名張郵便局と松阪郵便局では、2016年3月12日以降、名張郵便局管内の郵便ポストから収集された、郵便物に、 4日市西郵便局の消印が応印される。各種検証やイベントなどの観覧券申し込み、入学試験の願書受付などに郵便で応募する場合、締め切りの区切りとして、月日当日消印有効というものがある。この場合、消印有効以前の日付の消印が郵便に押してあれば、到着がその消印有効の日付以降になっても、応募を受け付けてもらうことができる。 ポストに投函した場合、当日の最終週間が終わった後などで、翌日の日付になるような時間帯でも、郵便局の窓口にて、直接、当日引き受けを示すために消し印を頼めば、押してもらえる。なお、郵政当局の内規では、簡易局を含めた、いかなる郵便局においても、窓口において、郵便物を差し出す際に、即達や書き留めといった特殊扱いではない。 普通の郵便物であったとしても応印をしてもらえことが可能だが中には街中にある小さな郵便局では普通郵便物に応印をしてはいけないと勘違いしているつぼねも多いため大型郵便局などにある悠々窓口、急所、時間外窓口に行くと書くであるもっともそのような時間的余裕がない場合にはお客様問い合わせセンターに連絡して確認するかまたは局員に ヘルプデスクへ問い合わせてくれるよう頼むという方法もある。なおヘルプデスクは郵便局からの業務取扱いなどに関する問い合わせのみを受け付ける部署であり、一般の利用客が直接の連絡をすることはできない。一方、消印日付ではなく、所管の到着日を締め切りの区切りとする場合は、月日筆着と表現される。この場合、消印の日付は関係しないため、 到着日数を考慮した上で早めに差し出す必ずがある。上記の通り、消し印はその日に郵便を引き受けたことを記すため、公的機関へ送る際や、願書、裁判所上、法律行為などの証拠となりうる。このため、消し印の日付を偽ることは、改ざんにあたり、郵便法違反となる。課税文書に重付した収入印紙を剥がして、 再利用する脱税行為を防止するため、法令で収入因子を消す方法が規定されている。なお、収入因子以外にも、登記因子、特許因子など各種の因子が存在するが、これらの調布により、料金の納付を行う各種の申請様式においては、因子は消し因しないことと記載されていることがこれは申請書を受理した官公庁などにおいて、 担当管理が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。様式に印紙は消印し,しないことの記載がある場合には申請者において消印し,してはならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。